青汁王子こと三崎裕太君の件、まあ、一応ね NHK 党から立候補するっていう話もあった人でもありますし、何よりまあ政治家女子48党の時に、まあ、ポスター掲示板、まあ、ポスターにも出ていただいたり、ということで、まあ、もちろん友好関係があるということであえてお話しますけども、まあ株の取引、特に信用取引などで大きな損害が出ているというように本人が言っていて、要はこれ以上株が下がると個人資産がマイナスになって会社のお金もっていうようなところがあるんですので、まあ僕も一応信用取引とかはシステムが分かるので、青汁君が前、三崎君が言ってることっていうのは十分理解ができるんですが、要は一般の人はなかなかそれがね理解できない。だって株なんかね持ってたら、いわゆる金額が下がるだけで30億が10億になっただけじゃないかみたいながいるんでしょうけど、まあ、全然そうじゃなくて、信用取引っていうか、まあ、ベバレッジっていうのを聞かせると、まあ簡単に言えば100億の取引を30億でできるみたいな制度があって、でそれをじゃあもう損切りして売りたいって言っても、今度ストップ安って言ってこれ以上売れないっていうのが続いてっていうところで、まあ、非常にあのお金に資金に困ってるっていうのは、もちろん本人と連絡取ったところ事実ですので、まあ、それに対してあの何かできないかなということで、具体的に何をしてるかっていうのはあえて伏せますけども、あの青汁君が今経済的に非常に困っていることよりも、どっちかっていうとメンタルの方が、彼はそういう失敗をしてきた経験があんまり少ないので、まあ、自殺未遂もしたっていう過去もありますから、まあ、その辺は我々これまで協力いただいている関係上、三崎裕太君については、まあできる限りのことはしていきたいということで、少なくとも我々も含めてお金がなくても人脈があるということを伝えていきたいなと思っています。あの僕自身もね、多くのもう下手したら10億を超える借金を実質上背負っているので、でもそれだけのお金が借りれるっていうことを、もう少し彼自身に何ていうのかな、そういう人望がある、人脈があることを身をもって伝えていきたいなと思っています。ちなみに今日翼の党の弁護士さんからなぜか村岡弁護士に連絡があって、翼の党の弁護士か、それは翼の党の弁護士をしてた人から裁判に負けた50万円を払いたいので口座を教えてくれということで、そういう連絡が、まあ、向こうの弁護士だから弁護士ついてないんだけどね、ついたとかついてた弁護士が離れて別の弁護士がなぜか村岡先生のところに、私も村岡先生もこの件関係ないと思うんですが、翼の党が裁判負けたお金について立花さんの口座を教えてくれませんかっていうのが11時ぐらいに連絡があったようです。で、まあ、翼の党に関しては、私が聞いてる限りの情報では、やはり、保釈の申請はしてるけど許可が下りないということで、お金がないというのが理由じゃないと。でおそらくですが、まあ、基礎後交流がこの後衆議院選挙終わるまで、まあ、この秋に衆議院選挙が開催されるというか、解散総選挙があるというのは十分可能性があったので、おそらくまあ検察も裁判所もですね、さすがにそれまでに彼ら3人を出すのはまずいという判断をしているんだろうなというところですね。まあ、特に3人いるわけですから、3人外に出しちゃうとまた共犯してしまうとか証拠隠滅するとか、まあ、何よりもやっぱ選挙があれば、やっぱり東京都知事選挙も出てたわけですから、今回ももちろん出るっていう選択をした時に、またあのような妨害があっちゃまずいということで、僕はそういう意味ではそれが刑事訴訟法上いいことなのかどうかは別にしても、日本の、まあ、世論も怒ってないですしね、本来は普通に考えれば出さなまずいと思うんですけどね。基礎後交流のもう直ちに公判開いてやればいいと思いますけど、まあまあいずれにしても翼の党はそういうことで、まあ、ちょっとでもそういうのを、あと僕は検察審査会に審査の申し出をしていますので、黒川から受けた名誉毀損に対して東京地検の方は、まあ、起訴処分とで、理由が嫌疑不十分ということで、起訴猶予処分だったらまだ分かるんですけど、嫌疑不十分ということで 何が欠けてるのかと。で、まあ、唯一考えられるのは、まあ、黒川がそれをやって、ネットにアップロードして、てか俺がそれを気づいてから半年以上経ってるから、ひょっとしたらその告訴期間が
過ぎてるからっていうことが理由じゃないかなと思っても、ちょっとあれだけのことをやって権利不十分にはならないと思うので、そうするとそれを知った日から半年以内に刑事告訴しなきゃいけないっていう法律があって、それが引っかかってるのかもしれません。まあいずれにしても検察審査会の方にも黒川に対しての名誉毀損っていうのは出していますので、まあ、その辺も、まあ、黒川側からしたらもう立花さんには僕を納めてほしいという意味で50万払うと言ってきてるのかもしれません。で、まあ、それは僕がじゃああいつらまあくだらんことをしてきてですね、この件について告訴されたくなければ5000万払えって僕言ったんですよ。でこれが恐喝だっちゅうわけですよね。で恐喝を成立させるためにわざわざ僕の口座に10万円振り込んだらしいんですよ。頭悪いなと。これがね、僕が当事者で僕が交渉してるから恐喝に当たりません。例えば僕が被害者で、例えば斉藤君が代わって言うと、これは弁護士法72条違反の疑いが非弁行為になる可能性とか、まあ、何よりも当事者じゃないのに俺の口座の振り込み見たことになると、これが恐喝なんですよ。だから当事者じゃない人が相手にお金を要求したりするのが非弁行為であったりとか恐喝になるので、当事者の俺がよっとって、そんなこと言い出したらね、普通に考えれば交通事故を起こしました、犯罪しました、被害者に示談金払うという交渉をして、その示談金の額を提示したら恐喝罪になるわけですよね。だからあまりにもバカやなこいつらと思いながら、どうも10万円振り込んできてるようですけども、あまりにもちょっと僕の口座ありがたいことに皆さん口座のお金振ってくれてるんで確認はしてないですけど、まあある意味可愛らしいやつらなんですけどね。ただ矛を収めるには安すぎる金額、もう裁判買ったお金ですから、これはもう当然のことなんですけど、金額的にも当然納得できるものではないんです。ただ向こうは柔軟な体制に来ているので、あくまでも我々の今一番党としての敵対するのは大津彩香ですので、まあ、大津彩香に関するこちらにとって有利な何か情報がもらえるのであれば、お金よりもそっち側を優先したいとは思っていますので、まあ、そこは話を、まあ、黒川とは一度話をしてみたいなぐらいの気持ちはあります。ただ今のところ全く許す気はありません。はい、とんでもない人たちだという認識です。であとちょっとこれは情報として皆さんお持ちだったら欲しいんですけど、西村博之が民放の CM に出てたという情報があるんですけど、見た人がいます？出てた。あ、やっぱり真実なんだ。業者なんかよくわかんないね。あ、後継だからなんか宣伝のあれに一瞬だけ出てましたね。ああ、いわゆるその民放のテレビ、民放のやつだ。AI ってなんか偽物で作られてネットで昔上がってたのがあったんで、それと違くてちゃんと博之が少し喋ってたんで、はあ、ちょっとね、その CM 出してる企業に対しては苦情を入れたいなとは思っています。何度も、これもう何度も言ってますが、西村博之というのはいわゆる2チャンネルの、まあ、運営をしてた時に誹謗中傷がいっぱい書き込まれて、それに対して裁判を負けている。特に削除要請を無視してるんですね。消しなさいという要請を無視してる。これ消しなさいを無視すると間接強制といって1日いくらっていう損害金が発生していって、でそれを、まあ、西村博之は時効だから関係ないと言ってるんですが、あくまでも時効というのは援用して初めて認められる制度なので、民事上の時効というのは援用が必要でね、請求された時点で援用すると。もちろん援用すれば法的義務はないんですが、道義上の義務はずっと支払い義務は残ります。援用後であっても支払うことは可能です。で何が違うかというと、損害賠償請求、まあ、損害賠償金として払う場合と、ただ普通に理由がなく払う場合は贈与になるので、受け取る側が納税しなくていいっていうことになるんですよね。それは基本的に10年であろうが20年であろうが30年後であろうが損害賠償金として支払えばいいと、まあ、つまり西村博之はいつまでたってもそれはパリに逃げようが、まあ、フランスに行こうがですね、時効は完成してるけども、お金を払う義務っていうか道徳上の義務はいつまでたっても消えないんですね。刑事的な時効っていうのはこれはもう自動的に消えます。ただ外国にいる場合は時効は止まる、刑事はね。いわゆる公訴時効と民事でいうところの、これは消滅時効っていうのが正確に言うとね、民事上の消滅時効は外国にいても時計の針は進みます、刑事上の公訴時効は時計の針が止まります。
だから彼はその辺、民事は消滅事項は外国に行っても進むから、だから外国に行ってその10年を経過するまで、まあ、今もいるのかな。でそういうですね、非常にその法の目をついたというかね、いうことをする人がですね、公共の電波を使って CM に出るっていうのは、まあ、言語道断なので、まあ、そこについてはちょっと分かる方、僕のツイッターとかでひろゆきがどういう企業の CM に出てたのかってについてはご連絡いただければ、そこについては企業に対してなぜこんな人を使うんですかっていうようなところをやっていきたいと思っています。ハチプロ政治家 YouTuber N 国代表、俺が立花、口の利き方を気をつけな、俺は持ってるぶっ壊す力、未来永劫不老不死、天上天下唯我が独尊、売られた喧嘩は買いますせ、ぶっ壊してみな弱小政党、グリーンラジオカーセックス、これはアウトなデラックス、反社に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル、何がないのお客にさ、多分ないのお客さんの方もっと痛くきついよ、お客なんかもうこりぼりよ、一人で始めた放送局 NHK、 まるで暴走族だから俺が全てを暴く NHK をテッカー。